こんにちは、エリカンです。今日はお引越しです。私は約2年間横浜で一人暮らしをしていました。 1K のオートロック付き温水トイレ付きのユニットバスのボロマンションに住んでいました。一人暮らしの嬉しかった特権は、人の目を気にせず誰とでも通話できたり、横浜からだといろんなところへアクセスが便利でした。今回引っ越しをしようって思ったきっかけは、実家に戻れば美味しいご飯も食べれるし、貯金もできて月一で旅行行けるなって思って。当時1階に住んでたんですけど、布団とかダウンジャケットを干すと全部花粉まみれやゴミまみれになっちゃって、だからそれ見た瞬間、あ、もうここ住みたくないって思っちゃった。そして私は実家埼玉県へ引っ越しました。実家は秩父寄りの田舎なので、実家から東京の会社まで通勤時間は約2時間かかります。これで約2年間の一人暮らしは幕を閉じました。これで解放されたと思っていたのですが、あ、ダメだ、今日会社行く日なのに起きれない、もう限界、無理。実家へ戻って3ヶ月後、私は会社へ行けなくなりました。とりあえず1ヶ月休職することになりました。2時間通勤の影響からか、上司との関係が難しくなり、突然の爆発。 IQ70 でメンタルボロ弱い私が、稼げるところは今の会社しかなくて、近くへ引っ越してでも今のところへ働かないといけないのかなって思ってる。私のハンデ特性は、ちょっと言い方が強いだけでいちいち傷ついていっぱいいっぱいになったり、人間関係に異常なほど神経質になってしまうんです。普通の人は仕事として切り替えてできてるのに、だから自分はどこへ行っても仕事が続かない。憧れの東京で働けてすごくいい環境だと思うのに、せっかく頑張ってきたピースが崩れて、これ以上転落したらどうしようっていう不安がある。仕事から辞めて実家から近い職場で働くか、誰かとルームシェアをして働いて転職をするか、グループホームを探すか、実家から通いながら B 型作業所で働くか。今はお家の中に引きこもる日々で、スマートフォンがお友達状態です。恥ずかしながら私は地元が今でもちょっと苦手で、知り合いや同級生に遭遇したらどうしようっていう不安があって、お年寄りが住んでる方が多い町なので、昼間から歩いてたら目立っちゃうんだよねだから私はなるべく地元を歩かないようにしてて、自分に自信がない私は車で走って、自分が住んでる町から離れて遠くで一息ついて歩いたりするのが好きです。